こんにちは。日本学術書道会の田村貴団です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は元元です。元は根本的な真理、奥深い悟りの意味で、元元はそれのさらに深遠なもの。老子道徳教には元元、すなわち計り知れない深遠なところからあらゆる素晴らしい働きが現れてくると記されています。それでは今から元元を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。